このスマイルは不気味です。さあ塩崎さん、塩崎さんどうですか。ほとんど塩崎さんよりも大きいというですね。塩崎さんこれボーイングとかですよ。ボーイングとか知ってます、みんな知ってます。なんと国際チャンピオンのチームなんでしょうか。予選の決勝ではあと50センチに迫りながら負け寸前というところから、なんと三井市長のねひっくり返しているわけにいさあ皆さんよろしいですね。あの誰か伝えてもらえますか。意気込みお願いします。意気込み、どんな風に戦いましょうか。昨年ありがとうございます。なんと饒舌な日本語なんでしょうか。さあ対する会場、こちらは体がでかい、あの決勝では大逆転してきてますんでね、勢いに乗ってると思います、はい、どんな風に戦いますか。大和魂見せたいと思います。なるほど、日本男児の意地を見せられるか。さあそれでは参りましょう。 B リーグとでも言いましょう。まずは初戦でございます。ボーイングジャパン対ソニー生命保険梅澤でございます。まずは綱を持ってください。さあしっかりとここは整理してまいりましょう。どうですか。あの声援の皆さん、こちらちょっと綱がずれることもありますので気をつけてください。 ね両サイドずれることありますのでね。なるほど、三井不動産としては絶対に勝てるな。
三菱自称か、それとも日本郵政か、それでは参りましょう。木村審判、お願いいたします。日本郵政、海運青年隊の皆さん素晴らしい。続いてありがとうございます。